撃命令が下った。攻撃目標は中東砂漠地帯にある軍事基地。その実態は核兵器の研究施設だ。微妙な軍事バランスの上にある中東の国々、支配への野望に燃える指導者たちは禁断の果実に手を伸ばし始めた。もし核兵器の開発が成功すれば、仮初めの平和はたちまち破られる。そしてその巨大な破壊力はこの地域のみならず地球規模での破滅的な戦いを招くだろう。世界の命運はこの戦いにかかっているのだ。